言葉ではこぼせないこの想い、胸の中で広がっていた。くだらない会話でさえも鮮明に映った顔がいるはず。じゃあ目がチカチカするん？金ピカに光りすぎ、この部屋。確かに、目をつぶってないと目が悪くなるわね。これは贅沢すぎるわね。たかが一部屋に、金ピカの部屋を作るなんて。ここのやつ、どうかしているわ。これで大金を使っておいて、大破産ね。かげろう、危ない。誰？それはこっちのセリフだ。この場所に、ずかずかと入り込みやがって。出たわね。永遠帝の支配者、ジョーカー。こいつが、永遠帝を乗っ取っている創造軍の一人の、ジョーカーなのか。永遠帝を返しなさい。そしてこの幻想郷から出ていきなさい。いきなりそんなこと言うと説得力がないわよ。リブル。いきなりここに来て、誰が返すかテロリストどうも。ここへ何しに来た？侵入者。ここに囚われている仲間を助けに来た。そしてジョーカー、あんたも倒しに来た。やはりか。噂で聞いていた通り、お前らだったとは。人質を助けに来るとか、話を聞いていたからな。まあ、人質を捕らえているのは確かだ。だが、そう簡単にはいかないぞ。ここにはな、実験体を用意しているんだ。そいつを倒せたら、人質を返してやろう。俺はとても忙しいんだ。お前らの都合なんざ、いちいち構っていられないのだ。それと、永遠帝とやらの施設は返してやろう。もうここは用済みなのだからな。用済みってどういうこと？永遠帝とやらの周辺に、爆破装置を仕掛けておいたのだ。ここにはもう用はないし。片付けるのも面倒だからな。は、はぁ、爆弾を仕掛けた？そんな嘘、乗ってたまるか。本当さ、お前らがここに来るであろうと、爆破装置をあちこち仕掛けておいたからな。今日がお前らの命日というわけだ。せいぜい地獄で後悔するがいいさ。それに、せっかく雇ったあのウサギからよく逃れたな。どうやってここまで来れたのかは知らないが、期待はしてなかったが、やはり使えないウサギだったな。
侵入者を簡単に倒してしまうなんて、この竹林に錯覚で迷うように施されているはずだが、伐採してここまでたどり着いたのかは知らんが、ここまでたどり着けたのはあのウサギに案内してもらってたどり着いたんだ。ち、あの裏切り者のウサギが、もう首にしてやる。だが、お前らをここで道連れなのだからな。ある意味、都合がいい。いや、一石二鳥と言っても過言ではないな。しかし、お前らは、異星人と同じ意見を持つ、クズのようだな。何？それはどういう意味だ？それはな、移住をしてくる宇宙人に、居場所を拒むのと同じだ。その意味はな、よそ者には厳しく、自分勝手で、よそ者には何も恵みを与えない。衣食住を与えず、仕事も与えず、村八部のようにひどく虐げる。そう、仲間を作って、集団でよそ者一人に、行動言動を使い、暴力で振るう。やがて、人殺しにもなりかねない。そういった行動が、異星人と同じのお前らが、クズということなんだよ。それはこの幻想郷を侵略している、あんたらに言えることじゃないわ。見てみなよ今の幻想郷を。氷河期にして異変を起こしているじゃないか。そうよ。クズはあんたらの方よ。暴力で侵略することしかできないあんたらを、村八部にしてあげるわ。これだからこの星に住む下道どもは分かっていない。だからお前らは、衣食住を提供しない異星人と同じだ。よそ者の事情を理解せず、自分勝手だ。行動言動こそが、今のお前らのやり方なのだ。そんなお前らを許すことはできない。この星の自然と資源を吸い取り、そしてこの星丸ごと吸い尽くすのだ。そして我々だけの住む帝国を築き上げるのだ。じきに、お前らの住む居場所はなくなるのだ。朽ち果て、生き絶えて、消滅する。そういう運命になるのだ。我らは、そういう甘い考えには付き合いきれなくなった。我々は奪えるものは奪う、そういう使命を果たすのだ。やっぱりそれが目的か。だったらこの幻想郷から追い出す一択ね。覚悟するのだ、ジョーカー。そういうわけにはいかないと言っただろう。実験体がお前らの相手をするのだよ。こい、GV さん。さあ、こいつらを始末しろ。これがお前の仕事だ。そしてテロリストども。この永遠帝と実験体と共に、心中するがいい。この永遠帝から脱出できたら別だがな。せいぜいそいつを倒すことだな。さらばだ、テロリスト諸君。幸運を祈ってるぞ。変化した？こんな化け物とは聞いてない。しかもこの場所は狭すぎる。倒せるかどうか。今はここで戦うしかない。用済みとか言っていたし、壁とか破壊してもらおう。そしてスペースを広げるんだ。ああ、その手があったか。さっさとこいつを倒して人質を救出するよ。みんな戦闘準備はいい？戦闘開始よ。いつでも行けるわ。さあデカブツ、私たちを倒してみなさい。